名も女王陛下の御前である。ナナモ様、苦しゅうない。ウルダハ第17代国王ナナモール・ナモである。今宵の晩餐にはウルダハのため、わらわのために奮闘した冒険者を呼んでおる。この英雄に拍手を。では皆の者、この晩餐会を楽しめがよいぞ。恥ずかしい話だが、このウルダハでは我々王党派と商人たちを中心とした共和派が対立していてな、国内は難民だの蛮族蛮臣と問題が山積みにもかかわらず、内部闘争でゴタゴタしている状態だ。ナナモ様もけなげにされているが、周りがこうでは心休まれる日もあるまい。国の平定に確たる意志で臨むため、より強い王室を作っていかねばならん。この度の件、ウルダハを代表して礼を言う。感謝しておるぞ。我々には貴様のような冒険者の力が必要だな。その輝きは一体。これはもしや光のクリスタルか。貴様、以前に母なるクリスタル、マザークリスタルに導かれたことがあるのではないか。そう、エーテル酔いに似た感覚を体験したことはないか。なんということだ、光の意志に。かつてこのエオルゼアには蛮臣と戦った者たちがいた。その者たちはエオルゼア諸国がグランドカンパニーを設立すると、その一員となりガレマール帝国とも戦った。世界を救うためエオルゼア同盟軍の一員として5年前のカルテノーの戦いにも参加していた。しかしカルテノーを最後に、その英雄たちは姿を消したのだ。残された人々は英雄が自分たちのために命を賭して戦ったことを覚えている。確かに彼らはそこにいたのだ。しかしその名を口に出そうとすると、日に焼けた書物を読み上げることができぬよう声に出すことができず、その顔を思い出そうとすると閃光の中にあるように輪郭が影に包まれてしまう。この不可思議な現象から人々は英雄たちのことを光の戦士たちと呼ぶようになった。光の意志に導かれた貴様を見ていると、かつての英雄の話を思い出す。そのクリスタルを大事にすることだ。マザークリスタル、ハイデリンが貴様にそれを持たせた意味、それが分かるまではな。貴様は一回の冒険者で終わらず、いずれは世界をも左右する存在になるかもしれぬ。なぜなら貴様は超える力を持っているのだから。
せ。勝敗とは速さと速さが分かつのだ。ウルダ派の強者たちよ、底力を見せてみよう。チッ、砂人が手薄だ。バラクーダの連中を回せ。国家団本隊と特殊陸戦隊はその場を死守だ。ソージャ島の白老隊をコージャ隊の援護に回しなさい。エオルゼアと帝国の戦いに異邦人の冒険者も力を貸してくれているのです。誰一人死なせてはなりません。どうされた、カヌエ船などに。あ、いい。うろたえるな。この程度では魔法障壁は破られません。あそこに何が。ブルホーンからブラッドソーン。ブラッドソーン隊、どうした、応答しろ。こちらブルホーン、ラウバーンだ。無事か。周囲を炎で囲まれ、脱出しろ。あのデカやつは一体何なんです。ああ。どうした、マッドドッグ。クソッタレ、キャプチャー。ここもうダメだ、こらえきれ。マッドドッグ、応答しろ。ジャキス、クロミソワ、返事をしろ。くそー、何だというのだこれは。バラクーダの連中にも連絡は通じないのか。ダメです、リンクセルが使い物にならんのです。こちらはどうです。リンクセル通信に妨害が発生している模様。おそらくあの化け物の影響です。行進を続けなさい。出るまで呼び続けるのです。はっ。メルウィブ提督、ラウバーン局長、限界でしょう。残った兵を再編して撤収を。ルイズワ殿を見捨てるわけにはいかん。勝敗は速さと速さが分かつのではないのですか。もはやこの戦いに勝者も敗者もありません。今は一人でも多くの仲間の命を助けるべきです。ルイズワ様には我々がつきましょう。ですが利益を顧みず戦っている冒険者の隊だけでも。国家団全軍に通達。現時点をもって全ての命令を無効とする。全体括弧の判断で撤退せよ。いいか、しんがりには本隊をつけろ。冒険者たち、特殊陸戦隊を優先して逃がせ。不滅隊にも撤退指示を出せ。何、リンクシェルが使えないだ。バカ野郎、
足で回って伝えるんだよ。行け。そう、これはもう戦いじゃない。おぞましい気配、この状況でも強く感じるなんて。撤収しつつ、ルイゾア様の援護に回ります。各位用意を。カズバハ、それにムーメオジドーヌズガロア様とだけメグドムブート、イメラツ、ウィエキサクワとドメハ、ハジワツルドヌス、シーズニゲ、ジスダンジオンリラミ、ライドザダイドーニ、